人間は退化した生き物なんだと思う。リアリティというフレームの中でしか全てを認知できない今の人間ではなく、古代の存在、それは人間という形ではなかったのかもしれないが、彼らは現実世界に気まぐれに入り込んでくる、そう、まれびとのような存在に気づいていたはずではいくつも巨大なトンネルの入り口が発見されてますし、ベルギーのブリュッセルの地下にはブリューゼルというもう一つの町があると言われています。チベットの北の地下深くにシャンバラと呼ばれる理想郷があるというのです。